こんにちは、台湾観光親善大使目指すマンです。ドラマ、時をかける愛の、ロケ地紹介動画、リメイク版、タオユエン市、イーラン県編です。まずタオユエン市にあるロケ地を紹介し、その後、イーラン県にあるロケ地を紹介していきます。動画内で紹介する場所については、概要欄にリンクがあるので、確認などの際にご利用ください。では早速始めていきます。まずはタオユエン市からです。最初は、チュエンションがユーシュエンにプロポーズしようとしていた場所です。ここは、高速鉄道及びタオユエン MRT、タオユエン駅の北にあります。拡大しまして、大体ピンの位置がその場所です。比較してみます。季節感が違うので、少々わかりづらくなっていると思いますが、奥に見える建物などを見比べてもらえば、同じ場所であることはわかると思います。次は、ズーウェイと順次へが通っていた小学校です。バイク通学がバレた日に、帰り道でユンルーと順次へが会話するシーンがあり、その中の回想シーンで出てきます。ここは、ジョンリー駅の北にあります。比較してみましょう。特徴的な像の滑り台です。もう一パターン見てみます。階段や壁の絵が同じですよね。ドラマ映像の方を、ちょっとだけ角度が違うものに変えましたが、どうでしょうか。完全に同じ場所ですね。ところで、この場所は初めて見た気がするんですが、新しいロケ地情報ですか？そうです。よく気づきましたね。では次の場所に行きます。ユンルーが事件にあった日に発見された場所です。このロケ地は、シーメンダムのほとりにあります。拡大して、大体ピンの位置がその場所です。比較してみます。同じ場所なのは間違いないですよね。次は、話がかなり進んで、ユーシュエンとチュエンションが通う大学です。ご覧の3つの駅の中間あたりにあります。では比較してみます。入学時にチュエンションがウキウキで走っていくシーンです。地図上で言うと、大体このあたりを走っています。次がタオユエン市の最後のロケ地になります。ユーシュエンが CGT に薬を打たれて入院していた病院です。このカットの直後に、病室のシーンに切り替わるので、ここが当該の病院と判断しています。この病院は、タオユエン駅の北にあります。比較してみましょう。確かに同じ建物ですね。ここからはイーラン県のロケ地紹介です。まずはチュエンションの実家です。ここはルオドン駅の西にあります。比較してみます。ちなみにドラマ映像の方は、チュエンションの葬式のシーンです。家の全体がわかるカットはなかったと思っていたんですが、今回、改めてチェックしたらありました。完全に一致していますね。過去の動画では、建物の中だけだとうんたらかんたらと言っていましたが、これで同じ場所と確信できました。一応、家の中も2パターン比較しておきます。まずはチュエンションの部屋、次はダイニング、一致してますよね。チュエンションの葬式の後、ユーシュエンはバスで台北に戻りますが、バスの中でユンルーに転生します。そのバスに乗車した場所が、イーラン駅の南にあります。比較してみましょう。これは名前が書いてあるので間違いないですね。ここでバスに乗る直接的なカットはありませんが、このバスターミナルが映った直後に、バスの乗車シーンに切り替わるので、バスに乗った場所と判断しています。あと、ここなんですが、最新のストリートビューを見ると、こんな感じになってしまっていて、建て替えなのかわからないですが、建物はなくなってしまっています。次のロケ地に行きます。ユンルーの日記に、この書き込みがあることを見つけ、ユーシュエンは再び過去に行きます。ユンルーとズーウェイが再会した際、ユンルーが泣いていたのですが、ズーウェイはなぜ泣いていたのかわからなかったので、その理由を聞こうと外に連れ出しました。その場所がルオドン駅の西にあります。拡大して、絵のあたりが、話をしながら昼寝してしまった場所です。昼寝ポイントに行く直前のカットを比較してみます。道の曲がり方などから、同じ場所であることはわかると思います。昼寝した木にも近づいてみます。角度は違っていますが、枝の伸びている感じが同じなのはわかるかと思います。ここがあの有名なシーンのロケ地ってことですね。そうです。そして、昼寝から目覚めた後、ユンルーとズーウェイはバイクに乗って帰ります。その場所がルオドン駅の西にあります。昼寝場所よりも西です。
拡大しまして、ピンのある細い道にバイクを止めていて、ドラマ映像はその手前側から撮影されています。比較してみます。真ん中の木は無視して両サイドの木の形を見ていただくと、同じ場所であることはわかると思います。ちょうど真ん中の木がある場所の奥に、バイクが止めてあったわけです。続いては、新しいロケ地情報で、ズーウェイの家です。イーラン駅の南西にある民宿がロケ地です。ユンルーたちの高校で殺人事件が起きた時に、ズーウェイの家で話をするシーンがあって、そのシーンの直前に、この建物の外観が映るカットがあるので、ズーウェイの家と判断しています。では比較してみます。鮮やかすぎてわかりづらいかもしれませんが、ちょっと調整すると、わかりやすくなると思います。ここからは、ズーウェイがチュエンションになる前の、チュエンションのエピソードで出てくる場所を紹介していきます。まずは通学路2箇所を見ていきます。イーラン駅の東の方にあります。通学路1の方から比較してみます。季節が違うのでわかりづらいところはあると思いますが、斜めに伸びている道などを見てもらうと、同じ場所なのがわかってくると思います。地図を拡大して表示しましたが、比較で用いたシーンは、だいたい矢印のあたりを走っています。続いて通学路2の方も比較してみます。こちらもあまりいい感じの比較にはできなかったのですが、全体的に同じであることはわかると思います。こちらも地図を拡大表示します。だいたい矢印の感じで、好きな男子を追いかけていきました。次は、チュエンションが朝食を食べていたお店です。このお店は、ルオドン駅の北東にあります。比較してみます。完全に同じですよね。ですね。続いては、ズーウェイがチュエンションに転生した海です。この動画で紹介する最後のロケ地です。ここは、ルオドン駅の東にあります。過去に公開した動画でも言っているのですが、ここは、ストリートビューで入っていけないので、納得のいく検証はできていません。ただ、完全に一致する写真は見つけているので、おそらく間違いはないです。最後が微妙な感じになってしまいましたが、以上で、タオユエン市、イーラン県編は終わりです。次回は台南市前編を公開予定です。ご視聴ありがとうございました。